こんばんは、サブイボラジオです。今日はですね、和歌山の取材報告をさせていただこうと思っています。和歌山に先日行く機会を作りまして、機会がありまして、2つの事件を取材というか、その現場を見てきました。1つが2018年にあった紀州ドンファン事件です。で、今日はこちらをお話しさせていただきます。で、もう一つの事件が1998年に起こった和歌山毒物カレー事件です。どちらもかなり有名な事件なんですけれども、僕の取材というのはもう本当に現場を見るだけです。誰かにお話を聞かせてもらったとか、そんなちゃんとした取材ではないので、あまり期待せずですね、お話を聞いていただければというふうに思っています。今回は紀州ドンファン事件です。この事件は2018年の5月24日に、紀州のドンファンと言われていた大金持ちの野崎さんという資産が30億円ぐらいあったんじゃないかと言われていて、美女4000人にですね、今まで20億30億のお金を貢いで、いろんな恋愛をしてきたんだというふうに言ってた方が、21歳の女の人と結婚しましてですね、でその時ですね、確か76かなんかそれぐらいだったんですけども、そのわずか3ヶ月後に覚醒剤の急性中毒で亡くなっちゃったという事件で、現在ですね、その須藤早貴という奥さん、元奥さんかが、これが2021年事件から3年後に逮捕されて、今も拘置所で、その取り調べを受けていると。で、実はまだ裁判とかが行われる予定が今のところないと、こういう事件です。で、以前もですね、このポッドキャストで紀州ドンファン事件は2回ぐらいに分けてお話しさせていただきました。よければそちらを聞いてください。ポイントはいろいろあるんですよね。この紀州ドンファンの華麗なる女性との恋愛エピソードとか、成り上がりエピソード、その行商でコンドームを売りまくって、そこから消費者金融、ちょっと闇金まがいのことをして大金持ちになった。で、女の人に貢ぎまくって、名刺に1万円挟んで渡してたみたいな、そんな話からですね。で、そんな紀州のドンファンが、55歳差ぐらいの年齢差の須藤早貴、今井容疑者か被告かなと結婚して、でわずか3ヶ月で亡くなってしまったと。で、この須藤早貴はですね、毎月100万円もらいながら結婚生活を送ってたんですが、覚醒剤中毒でドンファンが亡くなってしまった。で、この遺産をですね、じゃあこの須藤早貴がゲットするのかと思っていたら、実はその遺書が死後に出てきて、これドンファンの遺書ですね、手書きの遺書で、田辺市に全額寄付すると、いうようなことを書いていた。で、これ今度は田辺市ですね。これドンファンが住んでいたのが田辺市で、生まれも育ちも田辺市なんですけれども、今度はこの田辺市とドンファンの間でですね、不適切な土地の取引があったんじゃないかという疑惑も出てきています。なので、これドンファンの死にまつわる事件と、あとこのドンファンの遺産をめぐる問題、この2つが基本的には注目されているという、事件です。で、今回はですね、その何を見に行ったかというと、僕3つ、見に行きたいなと思っているのがあって、1つが、このドンファンの家と、
まあ、ドンハンはあの会社をやってたんですね。まあ、不動産取引とかもいっぱいやってて、まあ、過去にはその消費者金融でお金を大量に儲けたんですけど、まあ、この消費者金融にまつわる法律が変わったんで、もうそれやめて、で、あの不動産業とメインはお酒の卸売業をやっていた、まあ、その辺の自宅とか会社の様子をまあ見に行ってきました。でもう一つがですね、あのドンファンと、まあ、不適切な不透明な土地の取引があったと、まあ、指摘されている田辺市、これがそのどんな不適切な土地の取引かというと、まあ、実はそれがあの今田辺市は新しい市役所を作ってるんですね。もともとあの海沿いの、まあ、めちゃくちゃ景色のいいところにあの市役所があるんですけど、それはあのちょっと山の上の方に作ろうとしました。まあ、要は南海トラフ大地震がこれから来るというふうに言われているんで、まあ、その時用にですね、まあ、その海沿いではなくてあの山のちょっと登ったところに作る方がいいんじゃないかということで、128億円ぐらいかけて田辺市は新しい市役所を作ってて、これが2024年にできるとかそんなんなんですけどね。でこの土地をめぐる取引に実はドンファンも関わっていたんじゃないかと、でお金のやり取りがちょっとおかしかったんじゃないかということを言われている、まあ、その新しい市役所を見てきました。まあ、古い本を見てきたんですけど、で最後ですね、これがまあ一番実は僕が行きたかったところなんですけども、和歌山市の丸の内拘置所というところに行ってきました。実はここにですね、須藤早貴現在27か8ぐらいかな、ドンファンと結婚した時は21歳だった、で25歳の時に逮捕された、でそこから2年4ヶ月ぐらい拘置所に入れられっぱなしなんですけれども、いわゆる接見禁止の状態であるというのを僕は聞いてました。接見禁止っていうのは会いに行っても誰も会えないということなんですね。面会に行っても誰も会っちゃダメですよということになっている。まあ、それが本当なのかどうなのかっていうのを確認しに、和歌山の拘置所に行ってきました。まあ、そんな話を、今回はしたいなというふうに思います。まずはですね、まあ、もう田辺は遠いということが一番よく分かりました。まあ、そんなんええわと思ってる方もいるかもしれませんけど、僕はあの大阪の梅田の方で働いてましてね、でまあ仕事が結構その昼ぐらいに終わるタイミングで、まあ実は車で来てたんで、その車ぶっ飛ばしてですね、和歌山越えて、まあ、大阪の堺越えて、ほんで山渡って和歌山越えてですね、で岸和田の方とか越えて和歌山越えて田辺まで行ったんですけど、片道で梅田の方からやったらぶっ飛ばして2時間半ぐらいです。あ、ぶっ飛ばしたらあかんのか。なんだろう、速度の速い安全運転でですね、行って2時間半ぐらいでした。遠いですね。でもね、これ電車で行ったらね3時間以上かかるんですよね。でさすがにちょっとそれやともう帰ってこられへんなっていうのもあったんで、まあ、車で行ってきました。でも高速代も結構高かったんですよね。片道で4000円弱ぐらいしたと思います。で今ガソリン代も高いでしょ。あの僕の車なぜかハイオクなんですね。であのリッター10ぐらいしか走らんくて、で200キロぐらい多分行って帰ってきて走ったと思うんで、なんか 4,5 千円ぐらいかかったんちゃうかな。で高速代とでも1万何歩かかって、やっぱ意外と厳しいなというのをちょっと思いました。こんだけお金使ったことをですね、こう奥さんにバレずにですね、あのどうやって過ごそうかなというのが今の近々の課題です。まあ、こんな話はいいんですよね。まあ、あの要は大阪からやっぱこう和歌山は近いんですけど、和歌山1時間半ぐらいで行けるんですけど、まあ、田辺はさらにそこから1時間ぐらいに行かなあかん、結構距離が離れているんです。もうあの白浜とかですね、あのパンダがようさんおるアドベンチャーワールドとか、あの近くです、田辺は。でここに紀州のドンファンは、まあ、生まれて、で育って、で亡くなる時も暮らしてた。であの須藤早貴、まあ、最後の奥さんですね、まあ、
東京でずっと暮らしてたんです。出身北海道ですね。北海道から、東京に行って、で東京でドンファンと出会って、毎月100万やるから結婚しようやって言ったら、あ、いいですよって結婚して田辺にやってきました。でここでまあ事件が起こるんですけれど、まずこのドンファンが暮らしていた家ですね。田辺市はね、港町なんですけど、すごい、なんだろう、活気のある町だなというふうに思いました。全然錆びれてないです。やっぱり白浜とかも近いし、観光客も多いんでしょうね。で、どんな産業があるか僕あんまり知らないんですけど、車もいっぱい走ってます。まあちょっとやっぱ年配の人は多いかなという感じはしましたが、田舎の町なんですけども、すごい活気のある町でした。でスーパーとかですね、イオンとか大桑とかですね、あんなもいっぱいあります。コンビニもいっぱいある。決して寂れてない、まあ、そんな町だったという印象です。で、田辺のですね、春日丘というところにドンファンの家と会社がありました。なんかね、ちょっとこの辺変わってんなと思ったのが、なんか道沿いにですね、送電線の巨大な鉄塔が立ってるんですよ。普通ね、山の上とか川沿いに立ってるあの鉄塔、わかります？なんか高さも数十メーターの鉄の塔で、上の方にですね、高圧電線で、まあ、電気が走ってる、あれが町の道のど真ん中にドーンドーンって立ってるんですよ。こんな景色初めて見たなと思いました。なんかね、道をまたぐように鉄塔が立ってるんですよ。だからまあ巨人がですね、道をまたいで立つようにこう鉄塔がこうドン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 って立ってるのが、この和歌山田辺の春日丘っていうところでした。なんか不思議な景色やなと、まあ、近々YouTube ショートなんかでその動画も上げたいなと思ってるんで、よかったら見てみてください。で、海沿いではないんです。春日丘はちょっと山登ってですね、結構ね、勾配が急でした。こんなん言うて伝わるか分かりませんけど、宮崎駿が好きそうな町やなと思いました。なんか宮崎駿って高低差のある町が好きですよね。なんか崖の上のポニョとかもですね、海があって山があって高低差があるとかで、こうラピュタなんかもそうですよね。なんかすごい高低差がありますし、風の谷のナウシカもナウシカで風の谷ですよね。すごい山があってですね、谷があってみたいな、まあ要は高低差のある町やなというふうに思います。車の運転とかもね、道が細いし、道が急なんで、坂が急なんで、ちょっと難しいなと思いました。こんなミッションとかバイクで行ったらちょっと苦労するかなっていうふうな思ったよ、そんな街でしたね。で、ここにですね、田辺の春日丘っていうところがあって、そこにドンファンの家ありました。大きな家でしたね。何坪ぐらいあんねやろな、あれ、まあ100坪はあるなって感じの家でしたね。で、建物も大きかったです。普通100坪ぐらいの家やったとしたら、まあ建坪ってその3分の1ぐらいで、あと庭みたいな感じなんですけど、家自体も大きかったですね。で、特徴的なのが防犯カメラがむちゃくちゃ予算ありましたね。これ会社もそうなんですけど、おそらくまあドンファンのところはなんか泥棒が入ったりしたっていうのが、ドンファンがテレビに取り上げられた当時にありましたんで、まあ、そういうのを警戒してたんやろうなというので、家に防犯カメラが6つか7つぐらいついてました。で、そっからですね、歩いて1分ぐらいのところに、まあ、ドンファンがやってたお酒の卸売の会社がありました。まあ、ここも今は無人でしたし、なんだったらそのドンファンはね、5つぐらいマンション経営もしてたんですね。で、土地はもっとたくさん持ってたんですけれども、まあ、なんて言ったって資産30億とか言われてるぐらいですからね。なんですけど、会社ももぬけの殻でしたし、そのマンションももう人は住んでらっしゃらないだろうなというふうに思いました。その
本当は中入ったらあかんのでしょうけど、ちょっと覗いてみたらですね、普通マンションだったら住民はおってもおかしくないんですけど、それも誰もいないっていう、なんかそんな状況でした。なんか少し前にね、なんか新聞報道で、会社がもう破産したみたいな、そんな報道も出てましたけれど、そんな影響なのかなというふうに思いました。あんまりちょっとうろうろしてたもんでですね、近くの方に、なんだうろうろしてるやつはっていう感じで見られましてですね、そそくさと逃げるように次の目的地へと向かいました。でドンファンが住んでた家から車で5分ぐらい行ったところにですね、田辺市の新しい新庁舎というのが現在建設中でした。総工費128億円ぐらいかけて作っているところなんですけど、実はですね、この不透明な土地取引っていうのが田辺市の市長さんと、ドンファンが仲が良かったということで、実はこの田辺市はなんでこう庁舎の建て替えをするかというと、南海トラフ地震が来るからですね。南海トラフが来た時に、このみんなの避難場所となる市役所が海のすぐ近くやったらもう機能しなくなると。で市の復興、地震が来た後にですね、町の、みんなの生活を取り戻すためにも、市役所が壊れない方がいいということで、丘の上に移転するということを今やっています。で実はこの新庁舎、今建設中の市役所の土地を持ってたのがスーパーの大桑ってとこなんですよね。大桑って知ってます？皆さんの家の近くに大桑ありますか？僕の家の近くにはないんですけど、よく通る場所にあるんですね。めちゃくちゃでかいホームセンターに近いようなでかさのスーパーです。でそこがですね、土地を持ってたのを、あとなんかね、あれホテルかなんかかなの土地は合わせて市役所にしてるんですけど、しようとしてるんですけど、市役所が大桑から土地を買います。で大桑はその代わりにですね、田辺の東山というところに新しい店舗作りたいという話になったんですよね。でこの東山、今大桑田辺東山店っていうのがもう今オープンしてるんですけども、実はここの土地の一部を、ドンファンが持ってたそうなんです。でどんな話があったんかは知らないんですけど、田辺市の市長さんがですね、その大桑の担当者さんに、あっこに土地あるから、あっこの土地に引っ越してくれへんかと。で君とこ持ってる土地で僕ら新しい市役所作りたいねんって言った時に、大桑さんがですね、いやでもあっこの一部ですね、実はその欠けてる土地があるんですよね。それは野崎さんっていう社長さんが持ってるらしいんですけど、そこの話つけてもらえませんか、そしたら僕ら売りますから、こんな話があったんですかね。っていうので田辺市の市長さんとドンファンが何らかの話をしたんじゃないかというふうに言われています。で田辺市が大桑から土地を買う、でそのお金を大桑に振り込む。で本当やったら大桑にお金を振り込んでですね、振り込まれた側の大桑がですね、今度はドンファンにお金を、この新しい店舗の予定地の一部、ドンファンさん持ってるんで、ここ4000万で買わせてくださいっていうんで、4000万払うべきところを、実は田辺市がですね、代わりにドンファンに4000万を支払ったんじゃないかと、いうようなことが言われています。でさらにはこの土地取引の中にですね、何らかの不透明なお金の流れがあったんじゃないかということを、田辺市の議員さんがちょっと追及している面もあると、いうことです。正直どこまで怪しい話かって僕は分かんないです。ただそんなことを、ちょっとその問題視されている部分もあるということです。一番すごいのはあれですよね。田辺市はですね、これ偽造じゃないかと言われているドンファンの死後数ヶ月後に出てきた遺書、ここに全額、俺の遺産は全額、私の遺産は全額田辺市に寄付すると、ドンファンが自筆で書いた、自分の字で書いたという遺書が発見されたんですが、これは
偽物だというふうに言われてるんですけれども、これが今裁判になってるんですね。ドンファンの遺族と田辺市で裁判になってます。で、田辺市はですね、ドンファンの遺産をゲットするために弁護士を雇ってるんですけれども、その弁護士費用がですね、もう1億円以上その税金を投入していると。まあ、ただドンファンの遺産は30億近くあると、少なく見積もっても14億ぐらいあるというふうに言われているんで、まあ、そのうちの何パーセントかが田辺市に入ったらですね、田辺市としてはまあ1億円ちょっと使ってもプラスになるということで、政子市長っていう方だったかな、なんですけど、まあ、そういう予算をつけてですね、そのドンファンの遺族と、このドンファンの遺産をめぐった争いを、まあ、今やってるという、これもまあ要注目なんですね。で、そこに大きく関わってくるのは実はこの須藤早貴の、まあ、この裁判の行方なんです。っていうのも、ドンファンは亡くなった時に奥さんは須藤早貴でした。まあ、本来はこの奥さんが一番たくさん遺産をその引き継ぐ、遺産をまあ相続する権利があるんですけれども、実は殺人だと遺産は相続できないんですね。なので、まあこの辺の裁判の行方というのは大変注目されています。で、そんな裁判はですね、今いつ行われるかっていうのも分かっていません。ドンファンが亡くなったのは2018年の5月24日、で、須藤早貴が逮捕されたのは3年後、2021年の4月28日で、現在は2023年の8月の後半なんで、須藤早貴はもう2年4ヶ月ぐらい、和歌山の丸の内拘置所というところに、まあ、入れられている、留置されているという状況なんですね。で、今回ですね、まあ、田辺市でいろいろちょっとその新しい市役所を見てきました。新しい市役所ね、ぶっちゃけね、なんでこんな不便なところに作るのっていう風な感じでした。古い市役所はね、海辺なんで道路もすごい広いですし、で、近くにね、なんかいろんなその公的な施設がいっぱいあるんですよね。多分体育館とか、あれ裁判所だったかな、なんかそんなも並んでるような海沿いの綺麗なとこにあるんですよ。でも山の上の新しい市役所がですね、結構なんか道の入り組んでるところにありましてですね、なんでわざわざこんなところに作るのかなっていうのはちょっと正直感じました。山の上に作るんだったらもっともっと山の上でええやんっていうふうに正直思いましたけどね。ほんでそんなもん見て、田辺市でそういうのを見てですね、で、そこから和歌山市内に車でまたブーンって戻って、和歌山市の丸の内拘置所っていうところに行ってきました。大阪の拘置所はですね、宮古島いうところにありましてですね、あそこはなんか、まあ、ちょっとその都心から、都心というかその梅田とかからは離れてるところにあってですね、確かにほんで同じようにこの丸の内拘置所もですね、まあ、市内の一番繁華街のあたりとはちょっと離れたところにありました。こんなとこに拘置所あんのっていうぐらい、周りはもう普通の住宅街、そこに急に拘置所がボンって出てくるみたいな感じです。で、大阪の拘置所はね、やっぱ結構立派なんですよね。マンションみたいなのがドーンドーンドーンと建っててですね、で、そこにまあこれから裁判を受けようとしている人とか、まあ、例えばもう死刑が宣告されて死刑執行までの間にいる人とかがいるんですよね。すごいなんかね、もう団地ぐらい大きいです、大阪の拘置所は。でも和歌山のね、丸の内拘置所はね、なんかもう田舎の小学校ぐらいの大きさです。なんかちっちゃいなって思いました。で、拘置所はですね、実は誰でも面会することができます。で、まあ、いろいろ決まりがあるんで、もし面会に行きたいという人はですね、事前に電話とかで説明を受けることもできますし、説明してもらうこともできますし、まあ、ホームページとか検索したら見ることもできます。基本的には朝あれ8時ぐらいだったかな、ちょっと時間適当に言ってますから、お昼の何時ぐらいかな、11時か12時ぐらいまでが午前の部で、午後が1時から4時の間やったら、その
まあ、家族とか、まあ、知り合いとか、まあ、友人とか、例えばまあ取材するジャーナリストとかいう立場で面会に行くことができます。で、面会に行ったらですね、まあ、その紙渡されるんですよね。で、あなたの名前と住所とそのお相手との関係性で、誰に面会したいかっていうのを書いてくださいっていうのを 紙を1枚ペロンともらうんですね。で、それをちょっとカキカキしていくんですよね。で、僕はまあ名前知ってたんで、まあ、須藤咲の名前書いて、で、まあ、自分の名前サブイボ太郎って書いて、まあ、自分の住所を書いて、で、関係性って何やろうと思って、何やろうと思ってと思ってたら、分からんかったらこれ書いてみたいな、なんかそんなのパッと見せてくれたんですよね。で、なんかこうラミネート加工された紙にですね、なんかこう安否確認とか、なんか書いてました。で、その用事ですね、会う用事が、まあ、安否確認とか、もう一個何やったかちょっと忘れましたけど、分からんかったらこれ書いてみたいなんで、近況報告とかそんなん書いてました。で、僕近況報告って書きました。で、それを係の人に渡すんですね。で、面会のルールはですね、これは確かなんですけど、1日1組しかダメなんですよ。だから本当はですね、朝のうちに行くべきだと思います。もしその人がですね、まあ、僕の友達もしくは僕が拘置所に入ったとするじゃないですか。で、まあ、皆さんが来てくれるとするじゃないですか。で、実は午前中に誰か僕の友達が来てたらですね、もう 2組目以降はもうその日は受け付けないんです。1日1組だけなんで、早めに行かれることを、まあ、おすすめします。で、差し入れはですね、なんか差し入れ屋っていうのがあって、それを通じて差し入れせなあかんと。まあ、ちょっと丸の内拘置所の近くに差し入れ屋はあるとは聞いてたんですが、ちょっと探してみましたけど、僕は見つけることができませんでした。大阪の拘置所にはありますよ。その向かいに差し入れ屋っていうのがありますんで、そこでまあその差し入れの物品を買って差し入れることができます。あ、ほいで結論ですね。結論から言うとですね、まあ、そうやっていろいろ書いて、まあ、係の人に渡したら、その人がなんかこう窓みたいなとこから顔によっとおじさんが覗かしてですね、あ、すいませんって、この人石鹸禁止です、あ、そうなんですか、ほな今日会えないってことですか、あ、すいません、そういうことです、あ、そうですかって、そしたら元気にしてますかってちょっと聞いてみました。そしたらそのメガネかけたおじさんがですね、あ、すいません、それもちょっと言えないんです、元気かどうかぐらい教えてくれよと思ったんですけど、まあ、そんなことでした。まあ、結論、会うことが現状もできないということは分かりました。で、まあ、ちょっとお手洗いお借りしてもいいですかっていうのを言うてですね、あ、ほなそこの面会待合所というところにトイレあるからそこ使ってくださいって言って、トイレだけ借りて帰ろうと思ったら、でその面会待合所というところに入ったんですね。ガチャって開けて、ちなみに僕以外誰もいないです。その拘置所僕と係の人だけしかいなかったです。見張りの人もいなかったです。まあ、実は見張りの人は後で言いますけど一人いたんですけどね。で、まあその面会待ち合い人というのが入りました。ほなね、なんかベンチが何個4つぐらい置いてあって、そこで多分その面会の順番で皆さん待つようになってるんですよね。で、エアコンも効いて涼しいとこでした。で、その奥にトイレあるんですけど、ほな多分ね、面会できる人やったらなんか番号札みたいなのもろって、でそれ持ってその面会待ち合い所で待ってたらですね、なんか面会人の通り口みたいなのが別にドアがあって、多分そこから呼ばれてですね、でそこで最大30分だったかな、まあ、面会することがまあできると、まあ、いうことみたいでした。僕も拘置所の面会っていうのは初めて行きましたけれど、あ、こんな風になってんだよなっていうのは分かりました。まあ、ちょっと写真禁止みたいなこと書いてたんで、まあ、写真とかはちょっと撮れてないんですけど、まあ、そんな状況でした。で、トイレ借りて、あ、こんなとこかと思って、まあ、出て行きまして、お世話になりましたってさっきのメガネの係のおじさんに言ってですね、でとことこ帰っていったんです。で、僕車で来てましたんでね、その拘置所の駐車場に無料で止めることができるんです。で、面会来てるの僕だけですね、夕方の3時ぐらいに行きましたけれど僕だけなんですけど、ずっと止まってる車があるんですね。あれ黒の
なんかトヨタの車やったかな、ずっと止まってるんです、エンジンかけっぱなしでね。で中に乗ってるのはね、おそらくあれ警察官の人なんちゃうかなと思いました。なんかガタイのいい人がですね乗ってるんですね。おそらくまあその警備の人はいなかったけれども、その人がその警備の代わりをしてるのかなっていうのはちょっと思いました。でもこれはちょっと僕が思っただけで本物かどうか分かりませんよ。あのもしかしたら面会している誰かを待ってるだけの人をやったかもしれません。まあそんなんでしたね。まあちょっとこの紀州ドンファン事件はですね、どうしてもその証拠固めが不十分なんですよね。そのこの須藤早貴がですね、まあ、覚醒剤を取引したんじゃないか、ゲットしたんじゃないかっていうのはなんとなく状況証拠でですね、その覚醒剤 の密売人と合ってるんじゃないかっていうふうには言われてます。で覚醒剤のことを調べたりもしてるんですね。なんですけど、その直接それを須藤早貴が、まあ、殺意を持ってその飲ませたかどうかっていう立証っていうのはかなり難しいんですよね。なので、まあ、状況証拠はある程度固まってたとしてもですね、この殺意とかいうのをどう証明化するかっていうのがかなり難しいです。でこの須藤早貴以外がですね、その覚醒剤をそのドンファンに飲ませたっていうのを証明する、その可能性を排除するのが、須藤早貴以外が覚醒剤をドンファンに飲ませることができたっていう、それ以外の可能性は排除することが難しいんですね。例えばドンファン自身が誤ってその飲んでるビールの瓶にですね覚醒剤を入れてしまったりとか、自分が他の薬と間違って飲んでしまったりとか、あとは第三者の関与ですね、お手伝いさんとかもいらっしゃったんですけれども、第三者の関与を排除する、これがかなり難しいじゃないかというふうに言われてます。で本人も否認してますんでね、私はやってないというふうに言ってますので、殺人罪を立証するのは結構難易度が高いとなると、まあ、いつまでこの須藤早貴を拘留していくし続けるのか、もうちょっとね、和歌山検察と県警の方もちょっと追い込まれてきてんじゃないかなって僕は勝手に思ってます。というのもやっぱこの来週ですね、次回話す毒物カレー事件もやっぱちょっとかなりその立証の部分で今なお疑われているところがあります。あれに結構似てますよね。ほんまにその人がやったって 100% 証明できんのかっていうことですね。そこがちょっと怪しいんじゃないかなとは思っています。また、まあ、この紀州ドンファン事件については何か新しいことが分かりましたらお伝えさせていただこうと思っています。ただね、僕田辺はとてもいいとこやなと思いました。町のことはね、やっぱ一泊二泊せんと分からんので、今度ちょっと行って泊まってみたいなというふうには思いました。何か事件に動きがあったらまたちょっと行ってみたいなということを思いました。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。